はい、どうもこんにちは。景気いいですね。よろしくお願いします。はい、ということで、今日なんですけど、ユニクロの話をしようかなと思います。最近ですね、ユニクロが、まあ、国内の新卒入社の社員の初任給および、店長だったかな、店長、新人店長だかな、なんかの、まあ、あの給料を上げます、賃上げします、まあ、10% 以上上げるみたいな、まあ、10% 近くかな、上げますみたいな、なんかそういうニュースが飛び込んできましたので、それについて元ユニクログローバル N 社員である私がお話ししてみようかなと思います。はい、まあ、かれこれもう5年以上の前の話なんですけど、まあ、一応ユニクロにいた身として、ね、話してみようかなというふうに思います。でね、賃上げ、これいいことだと思います。純粋に、まあ、ポジティブなニュースかなというふうに思いますよ。はい、これから、まあ、就活生だなんだっつって、ユニクロに就職しようとかって思ってる人だったりとか、まあ、今ユニクロにいてね、これから、まあ、店長になるっていうような立場の人にとっては、まあ、給料が上がるっていうことは非常にポジティブなことなので、これいいことだと思います。純粋にね、純粋に給料が上がってるってことはいいことだというふうに思うんですけど、一方で、まあ、もうちょっとこう、なんだろう、マクロ的なところで言うと、まあ、今回その賃上げに至った経緯っていうのは皆さん知ってますかね。一応プレスリリースでは、世界水準の給与に日本を合わせるって言ってるんですよね。つまりユニクロあるいはファーストリテイリングという、まあ、グローバル企業の中のグローバルスタンダードと比べて日本は賃金が低いと。だからグローバルスタンダードに合わせるように日本の賃金を上げて、まあ、全体的にこの、まあ、ユニクロあるいはファストリテイリンググループの中でそこまでこう給料の差っていうのをなくすというか、まあ、ならそうっていう、まあ、そのために、まあ、現状日本がちょっと低いので、他の国々に比べて、まあ、円安だなんだ為替の、まあ、そういった影響はあるにせよ低いので上げるっていうことなんですよね。決してこれ日本の国内でのユニクロの事業がイケイケどんどんでめちゃくちゃ調子いいから、日本のまあ労働市場にこう還元するじゃないけど、まあ、よりこう人材が必要でとか、よりこう給料を積んで、まあ、人材、優秀な人材集めて、まあ、そういう狙いはないことはないと思うんですけど、まあ、そういうことじゃないんですよ、うん、世界的に日本のが低いから合わせましょうっていう感じなんですよね。だからこの上がったはいいことだと思うんだけど、じゃあこの上がった理由ね、理由がじゃあ果たしてこう喜ばしいことなのかって言われると、僕こう手放しにね、なんかそうは思えないというか、まあというのもなんかこうなった一つのこのなんか背景としてやっぱこう日本がどんどんやっぱ衰退してってるなっていうのがの一つの、なんだろうな、このサインというか一つの兆候な気がするんです、現れというかね。なんかそういう風にも思って、なんかいや賃上げいいことだよ、素晴らしいことなんだけど、一方でっていう風にはちょっと思っちゃいましたね。だからやっぱもう日本、ユニクロっていうのはもう完全に軸足が国内にはなくて、いつだろう、もう何年か前には僕がユニクロにいた時に確か国内と海外での売り上げのこの構成比が逆転したんですよね。ちょうど48% と 52% とか、なんか それくらいの僅差なんですけど逆転したみたいな。で多分今もっとこう差は開いてるんでしょうけど、もうユニクロは完全にこう日本っていうマーケットに軸足を置いてないし、日本っていうマーケットに対しての重要度もどんどんこう相対的に低くなってると、やっぱこう海外でどんどん出店をしていって、まあ、日本はもう頭打ちだってことですよね。だからまあ海外でどんどん出店していって、もう外貨を稼いでいくっていう、まあ、そして外貨を稼げるからこそそうやってまあ日本国内のまあマーケットというか、まあ労働市場においてそういうようなね、まあ賃上げっていうことができるっていうこと、仕組みなんですよね、だからなんかそういう背景もあるんだろうなって思うと、なんかこうやっぱり日本っていう国の落ち目感がなんか非常にこう際立ってきた一つのなんかケースなのかなというふうに思いますし、なんか今後そういった形での、まあ、グローバル企業のみがこう賃上げできる仕組みを持っていて、国内の、まあ、
特に内需だけでこうどうこう しようとしてる、まあ、中小企業含めたところで言うと、まあ、よりその差が広がっていきそうな、なんか感じがしますよね。なんでもうユニクロはもはや外資企業な気がしてます。正直ね、正直外資企業な感じが否めないなという、もう、うん、そんな感じがしました。うん、はい、そんな感じですね。ただなんかもう一つ僕ちょっとこれパッと調べただけで出てこなかったんですけど、採用人数ってどうなってんのかなとは思ったんですよね。一方でその新卒で採用する人数が、まあ、増えてんのか減ってんのかってところですよね。もし仮に減ってたらね、減った分を浮いた分上乗せしてるだけだったら、まあ、うん、どうなんだろうと。あんまりそれは実質変わってないというか。なので、まあ、その採用人数、僕の時でね、200人はいた、確か300人ぐらいいた気がするんですよね、この一つの年度で。はい、だから僕の同期が200人以上いたっていう。だから今何人いるのかなっていう、国内でね。はい、まあどうなんだろうっていうところはあるんですけどね。まあそんな感じですかね、はい、僕が思ったところは。まあちょっと話それますけど、まあ僕はじゃあユニクロ、まあ今のユニクロがどうか知らないですけど、就職先としてどうかって言われると、僕はいい会社だと思いますよ。うん、僕はユニクロを辞めましたけど、別にユニクロっていう会社が嫌いだとか、まあ、全くそういう個人的な感情はなくて、ユニクロっていう会社は素晴らしい会社だと思います。ただ僕とは合わなかったっていうだけの話なんで、なんか会う人とか、うん、まあ、あるいはああいうこう大企業の、まあ、一つこうなんだろうな、システムっていうものを、まあ、学ぶとか、なんかそういう意味において言うと、僕の中の経験としては非常に意味のあった11ヶ月で辞めたんですけど、11ヶ月だったなというふうに思ってますので、うん、まあ、日本を代表する企業なんでユニクロは、まあ、今後もね、頑張ってほしいというか、日本を代表してね、もうもはや日本の企業ではないかもしれないけど、まあ、日本企業として頑張ってほしいなとは思いますね。はい、なのでまあ、いいんじゃないですかね、就職先としては。まあ、給料も上がったし、うん、まあ、非常に盤石な企業かなというふうに思いますので、なんか洋服が好きだからっていう理由で行かない方がいいと思うんですけど、まあ、バリバリこう働きたいとか、なんかそういうような目的なのであれば、まあ、僕は結構服なんか別に好きじゃなくても働ける企業なので、なんかいいのかなというふうに思います。まあ、仕事は大変です、仕事は大変なんですけど、まあ仕事って大変なんで、まあ、若いうち、新卒の1年目2年目ぐらいは、まあ、そこでゴリゴリちょっとやってみるっていう経験は僕は非常に全然いいのかなというふうに思います。ただまあちょっとね、今どういう社内での、うん、制度とかシステムとか、まあ、その辺はちょっと僕分かんないんで、人事制度は。はい、まあそんな感じですかね。